イケてない人は2種類しかいない。言われたことができない人と言われたことしかできない人である。ウイドコグレです。ウイドキ相原です。ちょっと詳しく教えていただけますか、冒頭の名言について。言われたことができない人はさ、まあ、イケてないじゃない。まあそうですね、うん、だけどそれと同じぐらい、言われたことしかやらない人も言われる前にやりましょうと。ああそうですね、もう言われた時点でもう負けだから、うんうん、イケてる人はもう言われる前に全部やってます。だからね、例えば小暮さんこれどうなってますかってスラックとかでたまに俺も聞かれることあるんだけど、はい、その時にも心の中で思いっきり自分パンしてる。あなるほど、なんてダメなやつなんだろう。そうだったんです。そうだよ、だからもう先回り先回りですよ。想像力を働かせてね、そう、相手の望んでることを先に回ってやっていくっていうのが、まあ、イケてる人材になれるコツかなと。なるほど、はい、じゃあ私もイケてる人材になります。ということで今日はまた相原と天の声がいるということは、あの企画ですか。あの企画です。シリーズ第3弾クイズ企画です。売り時クイズね。売り時クイズです。売り時で査定が来てるものの金額をまず当てて、はい、負けたら罰ゲーム、ね、罰ゲーム。まあ、前回すげえ辛かったね。私が一発目でピタリ賞を当ててしまったので、うん、そうね。小暮さんがわさび入りのシュークリームを食べるという。ちょっと天の声さん、あのルールをもう一度おさらいでお願いします。じゃあ今から、売り時一括査定に出品もらった、この値段をお二人に当てていただきます。で今回も前回と同様、ピタリ賞が出たらその時点で勝者が消します。おー、3つ当てた人の勝ちとなります。準備はよろしいでしょうか。近い方が勝ちなんですね、うん、で3本選手で2人賞が一発1回で出たらその場で勝ちと。はい、了解です、わかりました。今回も負けないぞ。今回は負けないぞ。じゃあ早速、はい、お願いします。今回ですね、全部ブランドバッグからの出品になります。おじゃあ第1問、商品名はチェーンマトラッセ黒キャビアスキン、ブランドはシャネルです。おお、あ、よく見るタイプの、おお、これ、そうね、あんま言うとまたヒント与えちゃうから。え、なんですか、なんですか。どうやら社長がヒントを知っているらしい。で、ちなみに状態は低価格備品でギャランティーカード付きです。おお、めっちゃ状態良かったですね。え、あの高かった人と査定の差額はいくらですかね。15万円です、うん、おお、そうだよね、15万円、うん、じゃあ行きますか。じゃあお願いします。せーの、30万円。40、30、正解は45万円です。あー、負けたー。よし、負けた。2人勝じゃないけど、2人狙いに行ったけど。よし、あー、まず1勝。よし、次も頑張るぞ。でも15万差出たの。ってことは、45ってことは、低い人は30万円だった。そうですね、15万円の差は大きいですね。これ大きいな。うん、比較した方がいいね。そうですね、15万って何できんの。住めるよ、1日。あ、住めます、住めます。確かに家賃なんてもう1ヶ月分余裕、ね、家賃1ヶ月だ。じゃあ第2問、おいっす、商品名はバーキン35。もう分かる方はエルメスだというのは察しがついているかと思いますが、これは高いですね、はい、状態もいい、うん、あー、いいですね、使い勝手が良さそうで。差額を申し上げます。価格は65万円です。おお、ちなみに商品のステータスは新品、新品、素材がトリオンクレマ、サイズが35ですね、うん、はい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 、 OK ではお願いします。せーの、125。なんか合わせてきてるんですよ。5万円。私もなんか途中まであれ一瞬かなって思いましたけど、俺125で120、うん、それからは150万円です。おー、ということは、まあ、これ社長の勝利ですね。ちなみに差額いくらだったんですか。65万円ですね。ということは、95万で出した人がいるんですね。で、上が165はもうすごいですね。海外旅行にいっぱい行きます、ね、あ、いっぱい行きます。オッケー、来た。これ決まるよ。これあれだよ、
次々の事業部長にまた怒られちゃう。なるべく5問全部ご紹介したいんですって 裏の話を言っちゃうと。では第3問、okay. はい、商品名はエルメス32。あ、これが高いじゃん。状態は、状態は新品です。お得になった金額を申し上げます。96万円です。おお、なるほど。エルメス、エルメスですね。さっきバーキンで運んでたもんね。そうですね、ちょっと安いのかな、バーキンくらいで。うん、そんなヒントくれるの、ちょっと心の声が漏れちゃいました。俺そんな詳しくないからここ。そうですね、どうなんだろう、バーキンよりはちょっと安いんだ。ちょっと安いんじゃないかなって思ってます。やっぱ詳しいじゃん。でも負けてるけどね、俺に。そう、そうなんですよね、そうなんですよね。オッケー、決めた、決めた。ではお願いします。せーの、110万。110、120。正解は146万円です。イエ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 イ。あ、でもそりゃそっか、差額でかかったもんな。まあいいよ、まあ別に。まあ勝たせてあげたに近いんだよ。ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと読める人だから俺、空気。あ、そっか、さすが社長。さあ、そろそろ俺もう一発狙いに行きたいな。三本選手じゃなくてもうズバーンって行きたい。うわー、防がないと。第4問。はい、第4問申し上げます。はい、商品名がフェニックス PM、 ブランドはルイ・ヴィトンです。あー、ヴィトン。おー、うんうん。価格は120万円です。価格は120万円。状態は遺品です。備考申し上げます。ショルダーベルトあり、2016年12月購入、4ヶ月使用です。ほう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 。え、俺これ当てちゃうよ、逆に。当てちゃうんですか、うん、じゃあ私も当てちゃいます。普通に当てるよ。マウントの取り合いを。たぶんピタリ賞狙おうかな。あ、本当ですか、うん。じゃあ、私も狙っちゃおうか。せーの、130。100。これ何だろう。社長、お見事、130。100なわけないじゃん。え、だって差額がいくらですか。ほら、マジ100なわけないし。やっと。悔しい。それで出した人は何だったんだろう。で、どうしたんですかね、うん、あ、桁間違った、桁間違った、桁間違った説あるよ ね、 ね、入力ミスあるよね。確かに入力ミスはね、そうかもしれない。まあでもそれでも100、まあいいや、何にせよやっと勝った、やった、リベンジ。イエイ、破れた。これ、偽物が社長、うん、泣きの一回をお願いできませんか。それ完封勝じゃん。そうなんですけど、うん、やっぱ5問目までやらないと事業部長に怒られちゃう。あ、出題者がね。そう、怒られちゃう。ね、そう、今回は。よく考えたのにって言われちゃうんで、負けで全然いいので、うん、もう1問だけいいですか。ちょっとズラ高いんだね。いいよ。まあ、前回もやってくれたからね。前回もやってくれたから。ありがとうございます。じゃあ、まあ、ラスト、じゃあ、ピタリ賞当てたら、罰ゲームなしにしてあげる。おお、じゃあ、頑張らないと。ピタリだったら、もう逆にいいよ。俺、食べてあげるから。本当ですか、逆に、うん、逆に。逆に食べてあげる。だけど、それでなかったら、女子といえど食べてあげる。わかりました。OK? はい。じゃあ、ラスト、第5問目。第5問目。では第5問、商品名申し上げます。うん、エルメス、テリー、ピクニックミニ、スイフトかける、ヤネス。なんかすごそうだ。すごそうですね。お、あ、かわいい。なんかすごそう。状態いいっしょ。お、備品もしっかりしてる。うん、揃ってますね。正確な備品です。備品。お得になった金額を申し上げます。200万円です。これピタリ賞当てるのむずいっしょ。これはむずいですね。どうしよう、どうしよう。ヒント、ヒント。これ以上ないっしょ。そんな、貪欲に勝つんですよ。俺逆にもうピタリ賞狙いに行くか。あ、ダブルで。うん。うわ、いきますか。いくか。では、お願いします。せーの。365。ファイナルアンサーでよろしいですか。365ね。私、350です。正解は400万円です。やった、勝った。負けたー。よし、
これはもう罰ゲームだね。罰ゲームだ。だって下手物探し行くか。罰ゲーム。これはね、まあ、いつものわさび。いつものわさび。生わさびね。まあ、これと何がコラボがいいか。最初はどら焼きで、前回はシュークリーム。で今回うちのメンバーが買ってきたのは、これと相性がいいんじゃないかと。ダダン、バニラヨーグルト。あれなんか好きだっていう。あ、そう、バニラヨーグルトめっちゃ大好きです。そうだよね。うん、かき消されるかもしれないですね、わさびが。これ美味しいんじゃないですか。抹茶になるよ。そうっすね。まあそれはね、まず開けて、女子へのスイーツだから、トッピングだよね。あ、そうですね。トッピングを、ちょ天の声さんに、まあ、普段仲いいじゃないですか、お二人さん。そうですね、仲良くさせてもらってます。気持ち、友情の量をね、トッピングしてもらおうかなと。友情の量ちょっと僕を向いて、見せてもらって。緊張する。まあ、え、あ、でもちょうどいいかな。ちょうどいい。あ、でも、なんだろう、これさ、あ、そう、アロエ、アロエヨーグルトみたいな。あ、え、美味しいじゃないですか。うん、はい、できました。はい、あ、たーん。おー、でも色はそんなに。あ、あ、でも、え、バニラヨーグルトです。あ、本当、うん、私の大好きなバニラヨーグルトということで、じゃあ、うん、いただきます。あ、大丈夫。あ、ちょっとなんか目に潤いが。あー、痛い。嘘。だってなんかこれちょっとわさび見えます。あら、バレちゃってるから。わ、いった、塊いった。あ、トイレはあちらですよ。なんとか今回リベンジできたね。やったよ。あー、負けてしまいました。それでまあね、今回ブランドバッグに特化したけど、結構商品高いの来るようになりましたね。そうですね、うん、かなり頑張って集めたので、もしブランドバッグとかお酒とか高級時計とか、うん、まあ、その他の商品も含めて、うん、なんかもっとネット経由で集めていきたいなっていう買取店さんいらっしゃったら、うん、ぜひ、ね、ご利用いただきたいなと思います。もし売りたいよっていう人も、なかなかね C2C サービスだと、うん、やっぱ10万円20万円超えてくるとね、うん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 、なかなか売りづらくなってくると思うんだけど、そうですね、まあ、我々はプロのね専門家たちが、うんうん、あの査定してくれるんで、うんうん、あの本当に高単価のものでも売りやすいサービスになっているので、ぜひこの機会にお使いください。ぜひご利用ください。ということで、今回の動画が良かったよっていう人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。悔しい。きつい。いやー、きつい。私結構わさび好きなんですよ、うん、わさびも好きですし、うん、まあ、バニラヨーグルトも好きなんで、うん、余裕じゃんって思ったんですけど、うん、全然きつい。なんか、わさび臭くない自分。大丈夫。うん、ちょっとあの、若干します。この後、胃もたれすると思うから。経験者のこと。胃もたれしないように気をつけて。わかりました。はい、気をつけます。売り時では、買い取りの集客をお手伝いしております。今なら、リユースチャンネルを見たと言ってくださった方に、初月無料などのお得なキャンペーンを随時開催しています。どんな些細なことでも、まずはご連絡ください。詳細は概要欄からお問い合わせください。お待ちしてます。